ジオネームトゥーパンプさんのメール読んでいきましょう。はい、パンプさん。メールのテーマ、ウィキペディアで調べたら、あーさん、じいさん、まーさん、おはからです。おはから。おはから、パンプさん。ウィキペディアは毎日、仕事でもプライベートでも便利に利用しています。もちろん、無料ではなく課金しての利用です。あ、そうなの？え、したことない。え、ウィキペディアに課金があるんですか？払いたい人は払う。払いたくない人は払わない。そういうもんじゃない。この番組、おはよう前橋カラーもウィキペディアが掲載されています。そうなんですよ。あるんですよ、コセンちゃん。面白いのは、うん、あーちゃんが、うん、アイドルグループ赤木団と紹介されてるのは当然ですけど、うん、代役の目崎のぞみさん、うん、のんちゃんが、まるまると紹介されているんです。さあ、このまるまるは何でしょうか？何ですか？あーちゃん、これ見た時に、おーってなった。皆さん何だと思いますか？のんちゃんはね、うん、女優として紹介されてるんです。あ、でも女優歴あるんだよね。あ、そうか、ミュージカルやられてたからだ。ミュージカルやってたから、うん、じゃあかっこミュージカルスターの方がいいですよね、うん、で、のんちゃん本業は女優だったんですねってで、さらに、うん、藤井アナ、ニュースとか、うん、交通情報とかね、はい、藤井アナは、藤井アナって掲載されてなくて、うん、マー君として掲載されてるんですね。やったー。じいちゃんが名付け親なんだ、マー君。そうだよね。うん、で、マー君で、うん、で、その、紹介、なんだと思いますか？え？のんちゃんみたいに女優とかそういうのがいいじゃないですか。うん、マー君何なんだろう。通りすがりの人。それはこう、せんちゃんでしょ。はい、自称。そうです。マー君は、アナウンサーではなく、うん、天の声として出演し書かれてました。あ、私たちがよく天の声とか言うからですよ。何をね、調べてさ、うん、そういう風に出しちゃうんだろうね。ねえ、でもウィキペディアは誰が記入したのか非公開ですが、うん、藤アナではなくマークと書かれてるのが面白いですね。最新の更新が2019年4月なので、うん、記載されてることが少し古いのかな。やはりリスナーの太田塾講師さんと白鳥女さんと、プリキュア局長のことは解説が必要だと思いますよね、なんていただいていて。まあ確かにの。あの、古戦茶の名前もちゃんと書いてありますよ。俺は何なんだろう、ただのじいさん。うん、うん、あのね、職業のとこはないけど、普通に月曜日、うん、金曜日で出演は古戦ちゃんって、うん、ああ、無難です、ね、無難に全然無難ですね。書いて、うん、変人とかなんかそういうのになる変わり者とかさきっと聞いてる人がこれ作ってるから、うん、言っとけば直してくれるんじゃないですか。ああ、そっかそっか。でもすごいんだよ、ちゃんとね、タイムテーブルが書いてくれたりとか、うん、コーナーの内容、俺も俳優がいいやいや、何回もやってるし。そう、うん、古戦茶いろいろ載ってますもんね。ああいうテレビのね、番組とかで、うん、なんか自然に、うん、自然に遭遇した系の演技をしたりとかね、そのプロデューサーの指導のもとにじゃあ、芸能人がこう振ったらこう答えてくださいってね、全部ね、言われた通りに驚いたふりしたりとか、そういう経験あるよ。いや、うん、演技だったんですね。全部演技でしたね。では、ウィキペディアをね、作ってくださった方、聞いてらっしゃると思いますので、古戦ちゃんのところをね、ぜひ俳優にしていただけたらなと、ね、思います、はい。よろしくです。お願いします。で、演出のところに、決まりゼリフとして、今日も頑張っていってらっしゃいが番組の恒例、リスナーからおはからと挨拶が来るって書かれてるんですよ。うん、いってらっしゃいましが書かれてないですね。ああ、努力しましょうね。いらっしゃいましよ、流行らせよう、ね、2020年からだったからね、それね、ましよ、ましましで、はい、すごい面白いね、こう見るとね、ウィキペディアって ね、トゥーパップスさん、お宝があると教えてくれてありがとうございます。どうもね。